皆さんこんにちは、天運アーティストのあいこです。本日は5月の17日になります。さて、今日はですね、5月に行っていただきたいパワースポットについてのお話です。5月はですね、テーマとして価値と自立っていうことがあるんですけれども、もうズバリ言っちゃいます。私も桜旅で、意識して行っている場所があります。それは島でございます。ですから皆さんぜひですね、お時間ある方は、ちょっと島にプラッと行っていただきたいなと思います。島というのはですね、何がいいかと言いますと、自分が自立するための全ての要素が、そこにあります。それと島というのは一つの、例えば国と国をつなげる役割をしてたりですとか、あと大きな、面積が出来上がる前に、ポコポコポコっとこう突出していって、だんだんと、地面になって、それが円つなぎみたいな形になって大きな、土地に変わっていったっていうような流れがあるのが島なんですね。ですから降り立って悪いことは まずないんです。それと自分の中の原点みたいなものに火がつくのも島なんですね。私もね、お話ししたようにパワースポットということを意識している前に、そういうところに流れていきましたし、島をたくさん、もいくつぐらいかな、もう数えられないぐらい見てきたんですけれども、いつも行くとね、本当にね、いろんなことを、プレゼントとしてくれる場所でもあります。まあでもそんなこと言うて、まやこさんそんなにね、頻繁にね、島なんか行かれへんよっていう方いらっしゃると思うんですけど、そういう方はどういうところをおすすめするかというと、まあ皆さんも最近神社とかにね、行く癖つかれてると思うんですが、入り口らへんにその弁財天ですね、弁天様を祀ってるところがたくさんあると思うんですけれども、湖みたいな水たまりのところにこうポコッと小島みたいな、そういう風な、趣のところ結構あります。で、皆さん割と本殿だけ行って帰ってくるっていうことが多いと思うんですけれども、実は入り口付近にそういうものってちゃんと設置されてますので、島ではありませんけれども、小島みたいなイメージですね、そういうところに行かれていい気を取り込んでいただけたらなと思っております。さて、今日の天運カラーと天運ナンバーなんですけれども、今日は色はインディゴ、そして数字は4です。今日はですね、インディゴの方にフォーカスしていただきたいなと思います。この藍色というかね、紺色というかね、これは、場所的に位置的に言うと、この声の波動より少し上のあたりの位置、この辺の、ところの場所に共鳴しやすい色ですので、もうパワースポットツアーで一番変わってくる位置関係、ね、そこのところにステップアップして上がっていける、その段階に登っていけるっていうのが、まあ、そのあたりの、色になりますので、インディゴの色をちょっと意識していただいて、色の共鳴を強くしていただければなと思っております。さて、今日もですね、一日あなたにとって素敵な時間が流れるようにお祈り申し上げます。天運アーティスト、あいこでした。